テマンゲリオンアットマークドキュンさんなんや。カッパさんさんデリカ。もう見事な、見事な、なんかもう、あれやな、常連。もう、さすがやね。そう。ちょっと事務所をね、今日、こっそり内見、内見というか、もう勝手に見てきてんけど、狭いわー。めっちゃ狭いわ、あれ。人が住めるようなとこじゃないわ、あれ。そんなとこにパソコンとか置いたら、もう誰が泊まるんあそこ、みたいな。まあ、一応、まあ、ネットが引けて、ふうえほん届けが出せて、ネットが引けて、マニャッチさんとどだよ。なんでとどやねん。あと何やったっけ。ああ、まあ多少ソファーぐらいは分けるから、まあ見えちゃもやろうもたできるかな。そんな広さやな。そんな広さって、そんな狭さやな。もうテレビとかあんな置いたらもうえらいことなんだ、あそこ。あれは寝られへんわ。風呂もトイレもついてるけども寝られへんわ、あんなとこ。狭すぎて。そんな感じです。まあまあ、生ポマンションで42,000。42,000も高いな、あれは。まあ、高いけど、全く何も使われへん。カッパさんさん、風呂トイレ付きなのか。風呂トイレ付きですか。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、テレビは天井に。まあまあ、そんなんをしたところで狭いよ。マジで。あなたたちはわからんと思うけど、大阪の風俗、デリヘル風俗はね、まあ、ホテヘルモなんだけど、ミエチャットっていうのが必需品なんですよ。東京では20何店舗しかないけど。竹の子の里さん、こうちゃん、おはよう。あ、竹ちゃん、おはよう。大阪はね、286店舗ほどがそれを載せてて、もうそこでの客の取り合いなんですよ。それをするためにはパソコンとね、そのチャットルームがいんねんけども。にしては狭いわ。カッパさんさん、デリヘル専門マンションか。いや、そこは生ポマンションやけどね。隣に住んでるおっさんも生ポマ、おばはんっぽいな、名前は。おばあちゃんっぽいけど、読売新聞読んでるおばあちゃんっぽいけど、たけのこの里さん、肉まんをプレゼントしました。うまっさー。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、おなら禁止やな。おならぐらいはしてもええよ。おならもしていいし、タバコも吸ってもええけど、まあ、女の子が、まあ、2人までやな、待機できんのは。まあまあ、まあまあ、僕の場合はね、長堀に事務所があるから、別に転送で受けるから、どこでもええっちゃどこでもええねんけど、届けさえ出せれば、ちょっと方向転換します。若線の店を、中堅の若線の店をメインにしようと思ってたけど、とりあえずね、人妻系の激安店をメインにします、さっき。それで立ち上げて、で、若い子が入ってきたら、その安い店、女の子の若線の店も、まあ、広告売っていこうかなと。まだ電話番号はもう3つ引いといて、まあ、転送かけといて、今、2個はもうアプリで行ってまおうかな思ってんねんけど、ドコモのスマホ借りて、そこに、転送かけて、あと2つはもうアプリで行けるかな。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、人妻、キュオート、キュオート。え？人妻、もうその方が楽やわ。まあ、ギャーギャービービー言う若い小娘使うのもしんどい。もう落ち着いた人妻で、まあ、ある程度ちょっと稼げたらいいんです、私ぐらいのお姉ちゃん、おばちゃん、おばちゃんもあれやけど、お姉ちゃんらと、もう仲良くダラダラやりたい。でかなったらでかなったでええけど、その時はまだ待機所とか考えるけど、もうとりあえず出発はそこスタートにする。もうしんどいわ、もう若い子は。ギャーギャービービー言うて、金金金金言うて、お前らが稼がれへんねん、そもそも、みたいなね。フリーならつけない、仕事行かれへんのやろ、お前らっていうようなのを、もう大量に雇うのはもうやめる。やらない。でも難波に近いので、もう最初はね、僕送迎もしない。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、ヤスヨも人妻、弥生ちゃんも人妻。弥生は人妻じゃないわ、あれ独身だわ。まあ、今頃50何歳やろうけど、絶対独身やわ。結婚してないわ今で、絶対に保証するわ。結婚してないわ、保証するわ。で、嫁使わなあかん、ね、青か。もうパネルはね、もう何人かいてるので、そいつらのパネルでも最初ダミーパネルでいきます。また昔とやり方一緒やんけ、お前。そっから徐々に増やしてって、まあまあ、儲かったらでかくするけど、竹の子の里さん、ももも人妻。ももも人妻、誰ももって。どこの人妻ももって、もう分からんけど、もうそっから行きます。はい。その方が楽だわ。一応、60分バック12,000の店もあるっちゃあるけど、どうせならんやん。流されへんやろ、そんな。
どうせそいつらのパネルでは鳴らされへんから、もうそこはもう当てにしないです。ああ、もうフリーで60分バック6000円やな。6000円やな。60分12。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、エステの子も人妻。エステの子も人妻ってどういうこと？エステの子って誰？エステの子？エステの子？あ、こっちのエステの、エステ？化粧品の子？あれは人妻よ。うん、いや、だからその辺はいくらでもパネル貸してくれるからなんとでもなんねんけど。うん、もう自分で勝手にあの写メ撮ってちょうだいって何人かには言うといたから。いきなりオープンと同時に何人か女の子がダミーでおるっていうね。だったらどうすんねんみたいな。まあまあ処理してくれる女の子は2人ぐらいおるので、まずはそれである程度稼ぎながらね、事務所の家賃を稼ぎながら、うん、だからもう初っ端もシティヘブンオンリーできます。うん、シティヘブンと、まあまあなり、まあ女の子入ってきたら、たけのこの里さん、嫁も出勤、指名していい。嫁なんか出勤できるからな。あの体型では今は無理やろ。細いときはまだいけたかもしれんけど、でも予備あいつ気強いからな。客しばいてまいそうやろ、客蹴ってまいそうやろ。それはどうかなと思うけど、まあそんな感じかな今のところの。だからちょっと方向転換します。中から行こうと思ってたけど芸から行きます。もうまた楽しよう思てるわみたいな。もうええねんけど、でも今日あの NTT の電話番号1個取ってますんで、何番かは言えへんけど。その番号がね、またあの、クスヒトズマ店にぴったりの番号。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、しばかれたいです。ピュオート、ピュオート。ヒトズマ店にぴったりの番号なのよ、これまた。すっげえゴロ、あの、なんていうの、ゴロがいい番号。もう、ヒトズマ店をやれって言わんばかりのゴロの番号を NTT が言ってきたので、もうそれもひっくり、いろんなことひっくめて、よし、ヒトズマ店かしよう、という決意に至りました。タケノコの里さん、教えて、電話します。あおか。絶対お前らに教えへんわ。店の名前と電話番号は君たちは絶対教えないから。誰にも教えないから。こっちの仕事のはもう誰にも配信なんかで言うか、青か。もうなんやったら面接も見したれへんねん、そんな言うてたら。そんな感じかな。狭いわ、びっくりした今日見て。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、教えてくれんとデリ頼めんやん。カイリさん、こんばんは。あなたたちなんか頼まれなくても結構です。あなたたちは予想店呼んであげてよ。ちゃんと集客は集客でちゃんとしてたけのこの里さん、0930か。残念残念。もうね、もうびっくりするぐらい語呂がいいねんけど。このためにわざわざ、何 ?NTT わざと言うてるって言いそうになったもん。これの番号今お前わざと言うた。まあ、しかも二つ目の番号やてんけど。それメモしながら笑いながら聞いててんけどね。絶対これやん、みたいな。で、どれにするってさしたら、まあ、あのね、あのお姉ちゃんも、これがええやん。そらそやな。超びっくりする。太郎田中さん、ナムミオーモーレンゲソ。なになにこれね、なんかくれた、ありがとうございます。なんかくれたアイテム、あざす。なにこれ、なにアイテム、これなんかくれたで、アイテム。マジか、タケノコの里さん、どこに広告するおや。どこに広告だ、まあ、とりあえずは最初ヘブンネットだけです。もう一番安いプランで5万で、次が7万。太郎田中さん、なかなか高いやつやで。マジで、なんで持ってんの、なんで持ってんの、なんで持ってんの、そのなかなか高いやつ。どうしたの、どこで手に入れたの。まさか買うてきたんちゃうよな。いらんで買ってきたとかやめてや、もう。太郎田中さん、後になって返せとは言わへんからな。タケノコの里さん、確認するわ。何の確認やねん。返せ、返せ。太郎田中さん、80p くらいしくやろ。80p? すげえやん。80p っていくら ?160 円。80円。あ、こっちが80円ってこと。延長1回できるやん。マジか。すげえな。話してるんけど、まあ、今のところそんな形で落ち着いてるから、まあ、店名はもうお前から決めたまま。タケノコの里さん、奥様をプレゼントしました。あー、タケちゃん、でも奥様ってないね。奥様ありがとう。太郎田中さん、今何してはりまんねん。今はね、
題名にもありますようにね、まあ最後かなと思ってこっそり呼ぼうかな思ったら、こっそりやなくて5人もおるわ思って、しかもトータルもう10人なっとるやんけ。ちょっと君たち見すぎやで。せっかくこっそり、せっかくこっそり最後のね、あの待ち合わせデリを楽しもうかなと思ってたのに、なんでこんないっぱい見てんの。太郎田中さん題名なんて見てへんわ。たけのこの里さん肉まんをプレゼントしました。最後のね、最後のカッパさんさんももちゃん指名しようぜ。どこの店のももちゃんやねん。どこの店のももちゃん指名すんねん。ちょっと10時上がりの子がおるのにちょっと急いでんねんけど、今から行ってももう1時間半90分コースも取られへん、どうしようこれみたいな。100分コースはまず無理やな。60分、え、60分ってあそこあったかな、70分、今ようわからんけど。太郎田中さん大阪だけでも桃は10人くらいおるやろ。10人で聞けへんわそんなもん。どこにでもおるわ、何人でもおるわそんなもん。山ほどおるわ。カッパさんさんラブホ行くの。ラブホの、そうね、ラブホ街に行こうかな。うちの新事務所と長振りの事務所の間のホテル街。あの、まあまあ大黒町待機の方がラブホ街には近いけど狭いから、まあソファーでゆっくり待機したいとかね、ちょっとあの仮眠取りたいやつは長振り待機にしようかな、夜はね。まあっていうか夜遅くまでせえへんけどね、まあ、下手したら夕方で閉める店にするけど。人妻店でね、朝は10時から開けるけど夕方5時6時にはもう閉店するっていう、もう女の子おりませんねうちみたいな。ほんまの、ほんまの奥様のパートのお店みたいな。それで行こうかな。それでまあ新しくお姉ちゃん入ってきて夜やりたいって言ったらまあちょっと考えるけど、もう僕がそもそも12時以降はもう動きないから、もうそうやったらまあ電車のある時間帯にしてなみたいな。まあ最悪終電なくなったら俺を車で送るけど。太郎田中さんほいで、あとは自分でするんやな。どういうこと、自分でするってどういうこと、自分でするってどういうこと。まあ、あの若線にしないので僕太郎田中さん健全な店やな。そうそう、健全な店ね、うん、でもあのそんな年齢層なので、まあ、僕の好みじゃないので、まあ、僕が狂うこともないなぁ言うて今日二人笑ってたけど。どういう意味やねんそれお前。カッパさんさんいつものローソン前ですね。ローソン前、え、どれローソン前、ファミマ前じゃない、あれファミマじゃなかった、ローソン、ローソン、ローソン、ファミマじゃない、あそこファミリーマートや、多分あそこ行こうかな。太郎田中さんほいで、刺身はどないしたんや。カッパさんさん、あれファミマでしたか。あれファミマ、うん、どないもこないも、もう二度と絡むことはないです。ぐじぐじ言うてくる。カッパさんさんすみません。すみませんで謝られても困んねんけど。そんな感じ。まあ、今左斜め前に見たらあのね、生玉ビル。太郎田中さん、西宮はもう行かへんのんか。西に行くんですか、西宮。西宮、あー、何やったっけ、なんとか像ね。あれ買いに行きたいな、2枚のなんとか像。うん。まあ、儲かったら買います。ね、生玉ビルももうこれ、ほとんどがこれデリヘルの事務所やからね。昔から。ここの4階と6階と8階は全部うち。俺2か所ぐらい行ったことあんねんけど全然系列しちゃうのに、赤いカーテンが見えてあそこ見えちゃうルームや。だいたい想像つくわ。ここ泊まってるの全部ドライバーや。もうこの辺はね完全な風俗街ですから、ね、いろんなホテルもあるとこですよ。ほんでもう一軒空いてたって事務所はこのね角のこう車止まってるけど、ここの左手が空いててんけど、もう今回っとるからね。まあまあもうええねんけど、俺もう借りたから。契約書だけまだやねんけど、契約書と承諾書はあさってやねんけど、もう金払ったもん。もうバーンって金払った、払ったもん。はいはい言うて払っといたよー言うて。そういうのだけは早い。まあ払ってから物件見に行ってちょっとショック受けてんけど、せんまーと思って、せんまー、まあいいや、まあしゃあね、そもそもがあの承諾物件とね、あと、まあ、場所と、風呂トイレがあるとこと、まあ、仮眠が取れたら最高やったけど、仮眠はちょっときついな、仮眠はちょっときつい、だから風呂トイレだけあそこで、風呂だけあそこで入ってもらって、仮眠したかったら長堀、長堀で仮眠もきついな、
まあ、だから女の子が増えたらもうマンションまた借りますよ、一部屋。1DK ぐらいのね。まあ、分からんけど、どんなとこ空いてるか。1K ぐらいの4万2000円のいっぱい空いてんねんけど、マンションいくらでも空いてるからええねんけど。たけのこの里さん肉まんをプレゼントしました。まあ、一番いいのはね、2DK ぐらいのマンション借りたら一番いいねんけどね。部屋もあってね、一個はこたつ置いといて、みんなでワイワイできるようにしといて、もう片方の部屋はパーテで割って、なんかもうそれぞれがあのじっとしとくぐらいのね。まあでもそこまで在籍増やせへんから。たけのこの里さん肉まん飽きたな。飽きた？そんな感じ。そんな感じでございます。どの店かは教えへんけど、君たちのどの店かは教えへんけど、そういう感じ。探しようがないよ最初。そんな店山ほどある。太郎田中さんに肉まんなんてもう一個もあらへんわ。あ、そう。え、これってなんか定期的にもらえんの？よくわかんないけど。太郎田中さん教えてもろれてもしゃあないわ。そうでしょ。そんなあなたたちに使われてもこっちもしゃあないわって感じなんで。お金持ちの客を捕まえていかんとあかんからね。あ、めっちゃお金持ってるんですね。だからほんま言うたら、あの高い店もすぐ作りたいとかとこはやまやまやへんけど、匿名音のちさんマイクをプレゼントしました。マイカーさー、田中さんどうせそのうち特定できるやろ。太郎田中さんマイクをプレゼントしました。マイカーさー、なんで特定させなあかんね。たけのこの里さんワイワイしているところにワイも日当10万円で行ったるわ。太郎田中さんなんや。そうそう、マイク枠か。マイク枠っさー。カッパさんさんマイクを3個プレゼントしました。マイク枠やのに全然音楽言うてへんねん。歌1曲も歌ってへんねんけど、ね。どんな歌やったっけ、何やったっけ。たけのこの里さん肉まんをプレゼントしました。昼間どんな歌歌ってた？もう太郎田中さん特定するつもりちごてもどうせ自然に生まれるわ。太郎田中さんマイクをプレゼントしました。事務所の場所がバレてもね、そのお店は特定もできへんし、逆にまあお店の名前が分かっても事務所の場所は特定できへんし、どっちもどっちよ。さあ、何、これがうちの事務所言って、あ、うちの店とか、お嫁さんのお嫁さんのお嫁さんばやっさー、何のお嫁さん。アルバートオブインパクトさんブラブラし寄ってからに、もうあの帰るつもりやってんけど、八尾南で遠行しようかな思ったらなんか連絡が取れへんくなって、ふとあのふとナンバーので最後にデリでも行っとこうかなみたいな、最後に若者デリでも行っとこうかな。18歳のお姉ちゃんを最後に行っとこうかなって思ったりもして、こっちへこっそり来たら、こっそり来たのになんか何人も来やがって、お前なんなん、ね、めっちゃ多くないこの枠、もう20何人も来てるよ、まあ、残ってんのは4人ぐらいやろこれ。あ、6人おるやん。アルバートオブインパクトさんやおなんかにまともなお、あんななんか終わるわけない。あ、でもエンデリはね、八尾南駅とあの長吉ながら多いっすよ。まあそこホテル固まっとるからね、セラビーとかのあの近辺が。太郎田中さん、結局そのつもりもないのに、家も本名も車のナンバーもみんな特定してもたからな。カイリさんマイクをプレゼントしました。カイリさんマイクをプレゼントしました。特定してもたっていうか、まあもう自分からバラしてるくらいの勢いやけど、隠したってしゃあないかな。太郎田中さん、空港の辺になかなかええ主婦おるで。へー、この辺にも事務所欲しいねんけどな。カイリさんなんか歌ってくれるんですか。そう、あの歌をね作ったんですけどね、その作った歌をもう忘れた。昼間歌作ってたのに、もうその歌忘れた。どんな歌やったっけ。どんな歌やったっけ。もう自分で作って自分も忘れてる。アルバートオブインパクトさん、お前のケツの穴から金玉まで見たからな。前で肩筋まで見られてるからな。ようバンならへんかったわ、あれすぐ消して正解やった。太郎田中さん、ククロビンでええやん。ククロビンはまた違うやろ。ククロビンはまた違うでしょうよ。マイクですさ。アルバートオブインパクトさん、20の女に振られたよ。そう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 、たけのこの里さん、家まで一人よろしくお願いいたします。20の女の子に振られちゃったよ。なんか音楽また変わってるし。太郎田中さん、肛門は見てへんわ、見んでよかった。あーそう、え、肛門ほらだってククロビン音符でよく出してる。これアムコッカはアムコッカ止まれんな、どうしようかな。ちょっと電話していけるようやったら止めようか。
ここもね、デリの事務所があるから、多分このプリウスはドライバーの車やねんけど、うん、ちょっと待って、予約の電話を入れてから、予約の電話を入れてからすぐ行けそうやったら駐車場掘り込む、うん、あかんやん、もうあの配信切らなあかんやん配信切らなあかんやん。なんでこう、何今8人もおんの、おかしない、ちょ、何の枠これ。あ、なんかフォローありがとうございます。どうしたどうした、二十歳の女に振られちゃったよ、45歳のおっさん若い子に振られたよ、インパクトさん、またバス停近くあの内容が思い浮かべへんわ、柿箱の里さんに不満をプレゼントしました。歌詞が思い浮かべへんわ、どうやったら笑いにつなげるこれもうネタがないからな。カイリさん、メガホンをプレゼントしました。あ、メガホンさ、なんかすげえアイテムめっちゃ飛んでない、これどうしたんこれ、え、みんなどうしたの、どうした、なんかすごいアイテム飛んでるように見えるやんこのマーク、なんなの、なんなの、何そんなにこっそりと僕が出てるようになるかな。田中さん、桃の歌でいこう。なんだ桃の歌って、もう何のネタもないのに、もうか無理よ何もネタないのに思いつかないわ。アルバート・オブ・インパクトさんも男春の国マリネラやからな。あ、そうやな、まあマリネラを位置のあれでいいんじゃないの、よくわかんない、歌詞が思い浮かばないわ。アルバート・オブ・インパクトさん、多分ご隠居引退で、みんなアイテム余ってるんや。ご隠居、もうどっか行ったの、引退したので、アイテム余ってるってどういうこと、みんなご隠居に投げるためにアイテムを取っといたってこと、マジで、っていうかうちの枠からご隠居のマックそんな言ってたの。あ、でもまあ5人か、まあ普通常か、なんか先7人くらい。太郎、田中さん、桃に振られて一人旅、東尋坊に吹く風の、この身にしみる冷たさよまあ振られても何も、そもそも付き合ってもないし何やったんやな、いや僕もよう分かれへんねんけど、うん、たまにあんのよ、たまに、たまにね、あのなんかどう言ったらいいのかな、アルバート・オブ・インパクトさん今日から3人部屋で1ヶ月監禁らしい。配信絶対できないの、全くできない感じ、配信したいのにね、こそこそっとこそこそっと配信したいのに、そうそう、まあそのね、まあ15年選手のお姉ちゃんとも喋ったけど、たまにね、そのお姉ちゃんもなんていうのかな、まあまあそこまではないけど、太郎、田中さん、どうせそのうちするやろ、映ることはアルバート・オブ・インパクトさん、きっとパソコン盗まれて泣きっ面に鉢や。パソコン持ってってんの、パソコン持ってってたら配信するんじゃない。カッパさんさんを戻ったらファミマ、ファミマでしょ、でも駐車場入れて呼ばなあかんねんけどあのこの枠がついてるから電話できないのよいや調子よくなんかアイテム飛んでるからさ、もらうもんだけもらっとこうかなと思って、もらうもんだけもらっとってね、時間が来たらもうプチッと切ってね、パッパと電話していけそうやったら行くけど、まあかんかったら帰ろうかな、あかんかったらすぐ枠開くよ、もう今日あかんねんてみたいな。ちょっと今空いてるかどうか、予約が空いてるかどうかで、ちょっと裏で画面で確認しようか。アルバート・オブ・インパクトさん、フラレタンも俺たちのせい、デリヘル呼べないのも俺たちのせいそうそう、何でも君たちのせい、全部君たちのせい。太郎、田中さん、くじ用系あるで、たけのこの里さん、次枠、次枠はまだしないよ、ちょっと待って、だから次枠はもしあの予約しようと思って電話して予約できなかったら 次枠開くけど、うん、予約取れたらもうそのまま2時間は帰ってけへん2時間は帰ってこない、当たり前やん、その何言ってんの。カッパさんさん、ももちゃんに LINE して。なんでやねん、もう LINE 消したってだからこっちからはもう送れないよ、10時上がりやもんな、何分いけんのかな、60分、70分、70分か、70分ギリギリやんな、わかんのかな。太郎、田中さん、2時間雑談してしまいか、せめてオリシーくらい取ってこんといかんで。いや、オリシーはアルバート・オブ・インパクトさん、射精もできないのに2時間も何するんや
タケノコの里さん法人のデリは放送しなきゃ意味がない。いやいや、もうね、さすがにあんまりにもやりすぎると、ほんまにそのうち俺、罰金食らうからやめて。俺も普通にたまに遊ばして、マジで。これはほんまにガチやから。これ、仕込みじゃないから、今回のは。今まで何回か俺仕込んでやってたけど、今回これガチやから。急遽来たから。こっそり来たから。だいたいもうぶっちゃけ言うけど、今まで、まあ、正直言うとは、だいたい仕込んでます。すいません。仕込んでます。はい。今回これガチやから。何回か仕込みなしでやったこともあるけど、それはもう相手の店見ながらやってるからね。でもここは無理やわ。これやったら多分ガチで俺さらわれるわ。バレたらやばいわ。そうそう、そんな感じです。なんで10人もおんの？ちょ待って、おかしいやろ、お前ら。なんで10人もおんねん。おかしい、おかしい。なんでやねん。お前自分らなんかもうほんまの冗談もあるやろ。そういう問題じゃないやろ。ちょっと12人とかおかしくない？こんな枠で。ちょ、もう呼ばないというか枠切るから。枠終わったらもうね、何時間か帰ってけへんかったらね、あれやけど、あ、なんか急に減った、急に減った。よしよしよし。田中さん、明日大阪湾。どういうこと？アルバートオブインパクトさん、お前店開けるまで風俗やめるんやろ。そう、やめるやめる。いや、開けるまでっていうか、もう呼ばない、風俗行かないですよ。だってもう自分で店開けんのに。だから今日最後。だから今日最後のね、18茶、最後の18茶をね、まあ、かりんちゃんはいつでも会えんねんけど、かりんちゃんは風俗じゃないから。かりんちゃんは遠行やから。そういう問題じゃないか。かりんちゃんどうしてんねやろな。かりんちゃんどうしてんねやろ。かりんちゃん、かりんちゃん、かりんちゃん、この間たけのこの里さん、ひとずま、かっぱさんさん、とどこないかな。とどは来ないわ、絶対いないわ。とどなんか太郎、田中さん、淀川かな、とさぼり川かな、千早赤坂の森の中かな。何校でしょそんな。アルバートオブインパクトさん、お前どこかのハゲた孫の棒と一緒やな。孫ってどういう意味？ハゲた孫ってどういう意味？ BO も意味わからん。なんでこれ9人も見てんの？普段こんな来ないのに。しかも歌の枠で歌ほとんど歌ってないし。二十歳の子娘に振られちゃったよ。これでええか？このワンフレーズでええか？これでオーディション出れるか？太郎、田中さん少ないと文句言うし、大手も文句か。そうそう、タケノコの里さん次枠。もったいない気がするやん。次枠だからしない。アルバートオブインパクトさん、ご隠居がいないからおこぼれで人がさまよってるんや。マジでこんなとこにさまよってくんの？35人も来てんねこの枠。おかしくない？こっそりデリって書いただけやのに俺。まあ、また俺がデリヘル配信する思ってんねやろ。はい、行きます。さあ、今日はデリヘル配信しないからね。しないから。今日はほんまに純粋に自分で遊んでくる。楽しんでくる、うん。最後のデリヘルをね。最後のデリヘルナイトを楽しんでくるわ。うん、でも、すぐに枠が空いたら、もう予約取れへんかったってことで諦めて帰ってきたやなっていうふうに思ってくれたらいいよ。うん、そう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 。そんな感じ。普段こんな8人とか来えへんやないか。カッパさんさん、デリヘル配信見たことない。この間の沖縄の YouTube にアップしてるからあれ見といて。あれ一番わかりやすい仕込みやから。もうお姉ちゃんノリノリで自分で配信してもてるやんな。俺いらんやんあれ。で俺なんで寝てるとこ映されてんの勝手に。びっくりしたわ。寝てるとこ映されてんの。竹の子の里さん、とりあえず自枠で結果報告。あ、まあ次枠でね。そうそう、だからまあ予約が取れへんかったらすぐ枠開けるし、予約取れて入ってもたらまあ2時間後ぐらいかな。早くて、いや早かったら1時間ちょっと後かな、1時間半後ぐらいにはもう出てくるかな。多分最短70分コースなので、うん、70分、80分、何分やったっけここ。太郎、田中さん、まあ取り寄せありがとうございますね。ということでね、まあみんなね、オナニーでもして待ってろ。アルバートオブインパクトさん、フルフリの偽物、銀次かお前しか見るもの。